3D だとこれピックスってなるよね。誰か、皆さん僕と一緒にバイトしませんか？本当しんどい、働くって。就活生は言っております。バイトでもう苦しんでおります。そんな中、自分今日バイトしてたんだけど、ファンタが飲みたすぎてさ、バイト中、ファンタグレープが。絶対に帰り買ってやろうと思ってコンビニ寄ったらファンタ売ってなくて。確かに自分コンビニでさ、ファンタ見んもんな、そういや。だからまあ、なんともマジでコンビニ行ったけど、全く売ってなかったから、ちょっと許す、マッチのなんか、マスカット味っていうのは変な、よくわからんやつで。炭酸が飲みたかったね、ずっと。なんかさ、マッチの炭酸ってさ、めちゃくちゃちょうどいい炭酸で、すっごい飲みやすいから、本当に危険だと思う。でこれはちょっと強めなんだけどさ、従来の黄色いマッチあるやん、あれマジでちょうどよくない？炭酸だからマジごくごく飲んでさ、喉渇いた時マジ一口で飲み終わっちゃう。一口ではない、一気に飲み終わっちゃうから、あれ気をつけた方がいいよ、あれ作り方。ということで今日は、吉野家でちょっといっぱい買ってきた。ちょっとやっぱ気合を入れようと、みんなをさ、今からバイトに誘うから、気合入れて入りたいなって思う風にしていかないといけないじゃん。と牛カルビ丼買いました。チーズのせです。あ、今日はちょっと久しぶりにバイトの話、久しぶりってこともない、もしかして久しぶりにバイトの話をがっつりしようかなと思って。バイトの話するときってやっぱ牛丼って決まってるじゃないですか。うん、だからちょっと話したいと思います。事前情報のために言っときますと、自分ってめっちゃ美味しそう。事前情報のために言っとき、なんかさ、これ麺みたいなの入って、何これ、チーズか。事前情報を言っときますと、自分はワクチンバイトっていうバイトをしていて職域接種とか、なんかみんながね打つやつの誘導とかのやつを朝8時半に行って18時半までするっていう激務、ずっと立ちっぱの労働やってるんですよ。自分なんて朝5時半に起きてやってんだからね。昨日それこそさ、またなんかいつもなんかすごいあれなんだけど、自分なんか身内ネタばっか話しない、なんかもう新しく 見る人をさ、もうと虜にしていないというか、もう忘れて、完全に忘れて話してるけど、自分ハンドレッドっていうさ、ネットフリックスのドラマずっと見てるって言ったじゃん。でもうついに自分シーズン3が終わって、昨日で、昨日ねシーズン3最終話まであと2話みたいなところだった。でもその時点でもう2時とか1時1時半とかだったんよ。でももう気になりすぎて、でも明日5時半に、今日5時半に起きないといけないから、どうしようと思ったけど、見て、で2時半ぐらい、2時40分なってまで見たからね。だからそれほどハンドレッドってやつ面白いから、マジみんな見てほしい。なんか最初は何これって思いながら見てたけど、マジでイライラすんの。シーズン3ちょっとネタバレして、ハンドレッド絶対見るから、ネタバレはもうほんと現金でお願いしますみたいな人はちょっと10秒スキップしていてもらいたいんですけれども、シーズン3でさ、 AI と戦うの、なんか AI が搭載されてるチップを飲み込んだら、なんかもうみんな人々が AI に操られて、もうなんかみんなに鍵を飲ませようとしてくるんよ。鍵をね、飲まないやつはなんか仲間をな、傷つけたりして、これでも飲まんの、飲まないとこいつ死ぬぜみたいな。で、その鍵を飲んだら、なんかもう痛みとか感じんわけ。だからこの、傷ついても、痛みがないからずっと無表情なんよ。でももう死ぬは死ぬんよね。出血多量とかで。だから、それに屈してみんな、殺さないで、殺すなら私飲むわとか言ってみんな飲んでいくんやけど、なんで飲むのって、ほんと。自分、その考えた、その時ちょうど。もしお母さん傷つけられとって、これ鍵飲めよって言われて飲むかって思ったら、別に、いや、飲まいみよって思ってさ、その主人公がね、お母さんめっちゃ傷つけられたのに、お前それでも飲まねえのかって言われたんやけど、自分それを、自分が主人公だと思って考えてみて、これまでの戦いとか、これからどうしないといけないとか、これ今の世界の状況とか考えてたら、そんなことを、お母さんが死ぬなんてことで、鍵を飲んじゃダメだろって思って、自分は飲まなかった。頭の中では。てかさ、そんな話どうでもいいんだって。ワクチンバイトの話だから。自分がバイト行った時の話なんだけど。自分がその日、問診誘導の担当やった。で、問診誘導ってその会場、自分が行った会場は、二人一組でやるみたいな感じだったんやんか。
で、その問診じゃない、接種誘導、接種、看護師さんが接種していくんだけど、そこに何番入ってください、何番入ってくださいとかいう係ね。こういう L 字型になってて、廊下、その接種の廊下が。で、1,2,3,4,5,6,7,8 ってもう8ブースあるんやんか。で、多いから、もう一人のおじさんと、自分がこっち4つ、そっちが4つでやりましょうみたいな。で、自分がこの接種の部屋の入り口のところにおったんやんか。だから、その5,6,7,8が空いたら、空きましたみたいな合図をしてくださいっていうことを話し合っとった。それで、やっとったんやけど、なんか全然、6,7,8がちょうど見えんのやんか。5はなんか、道路のこの突き当たりだから見えるんやけど、678は見えんので、678の時にしか合図してくれんくて、で空いてる時はこれで、空いてる時はこれなんやけど、空いてたら自分がじゃあまっすぐお進みくださいと言って、であっちで何番お入りくださいって言ってもらうっていう感じやった。で678が空いてなくてね、でその人はここをすんの。でもね、4が空いてんの。わかる？どういうことかわかる？1,2,3,4 ってなってて、5,6,7,8ってなってんの。で、5が空いてんだわかんねよ。でも4は、ここの部屋だから、こっから見えんのね。壁で。でも、その、おじさんはここにいんの。この角に。だから4と5のここにいんのね、間に。だから4の部屋見えてんのに、こうやってくるから、4が空いてんのか空いてないのかさ、わざわざ自分がここまで行かないとわかんねえわけ。伝ってるかな。もうさ、言ってくれてよくない？これ罰だけど4空いてるよ、みたいな言えばよくね？なんであれ言わない？なんであいつ融通聞かねえの？そういう、で、ずっと5を無視して678だけやっとも気になるし。なんなの？あれ。女の人とか、セーターとか着とったらね、肩まで、腕を出さないといけないから、脱ぐのよ。だから、パーテーションみたいなのを、こうやって入り口のところに置くんだけど、大体それって、看護師さんが、パーテーションお願いしますって言って、置くんやんか、自分たちが。でも、その男のおじさんは、もう、女が来たらもう全員にパーテーション置いていくわけ。って思ってたから、もうその時間も無駄？その時間してるうちに次の人来るから、もう、空いてんの？ 678 は、って。いうこともあって、それでなんかずっと文句言ってんの、そのおじさんは。なんか、女の人こんなに来るのに、パーテーション1個じゃ足りないっすよね。どうかしますわとか言いながら言ったんやけど、いや、絶対、だって、T シャツとかの人にもさ、パーテーションつけてんだぜ。どういうことだって思って。看護師さんもちょっと一人腹立つ人がおって、なんか、看護師さんめっちゃ優しくてさ、ちょっと、看護師さんがトイレ行くときとか、ワクチンが今、この辺なくなったとかなったときに、廊下までな、椅子をね、ちょっと出して、廊下から見えるようにしてくれる。まあ、廊下っていうか、ブースだから、廊下ってことじゃないんだけど、まあ、通路まで通路まで椅子を出して、空いてるか空いてないか、今、入れていいか入れてないかを分かりやすくしてくれるんやんか。そこの部屋まで見に行かなくても。でも、その、腹立つ女の人は、まずそれをやってないの。やってなくて、まあね、任意だから、まあ、やらなくてもいいんだけど、毎回自分が見に行って、そこの部屋に。空いているのかいねえのか、看護師者さんが。いねえのか、つって。それで、もう本当にどうしようもない。なんか結構入れ替わりが激しいから、もうお願いしないとそこ、どっか行くときは一層そこまで出してくださいって言わないと、もう毎回行くのめんどくせえなって思って言ったのね。そしたらそれがずっとしてくれて、本当に優しいとか、いい人だった。でもね、なんかちょっとうざくて、陰口言ってたよ。なんか自分のおじさんのこと、その二ペア、もう一ペアの、もう一ペアだから自分とペアの、おじさんのことの悪口、陰口を言ってるの、自分めちゃ聞こえたら、おもろそう思ったけど、まあやっぱ大学生、だからイケイケ男子か、廊下まで椅子出してくれますかって言ったら、怖殴られるんじゃない俺。私。いや、思ってもしかしたら出してくれたのかもしれない。てか、それ、そういえばさ、自分のペアだったおじさんさ、めちゃくちゃ飴くれたんだけど、これ、何これ。まず、最初、始まった時に、じゃもう揚げ飴るよ、頑張ろう今日、みたいな言われて。で、2個目は、なんか、中盤ら辺で、ね、もうめっちゃ大変だね、飴あげるよ、みたいな言われて。で、3個目は、なんか終わりに、今日お疲れ、今日いつ付き合ってくれてありがとう、みたいな言われて、めっちゃギプテル、どうしよう。今日なんてさ、もうあの友達とか知り合いがいなくて、バイトに。休憩あるじゃん、12時、お昼休憩。場所がなくて、その会場。なんか、自分が、これまで行っとった時は場所あったんよ。でもそれがたまたまやったらしくて、なんか、普段いつもないんやって。それで、なんか、いつもみんなどっかに食べに行くかとか、なんか、一人らしいんやけど、ちょっと友達も誰も知り合いもいねえから、一人でさ、近くの公園まで行ってさ、住宅街の中の。
住宅街の中の公園行って、なんか桜を見ながら、あの、おにぎりとサンドイッチ食べさせていただきました。ありがとうございます。あの、びっくりだよね。あの、遠足っていうか、なんか遊びに来た幼稚園児たちと、あの、触れ合いながら。だから、みんな一緒にバイト始めて、一緒にご飯食べようってやってんの。それか自分がご飯のタイミングだけ来てくるんだよ、自分のとこに、あの、一緒にご飯食べに。かわいそうなんだよね、正直。周りから見たら、自分。第三者的に見ても、かわいそうだなと思う。だってさ、結構あの、人通りがあるからさ、言うても、あ、一人でご飯食べてるって思われるじゃん、公園で。なんか、大学新入生で友達いないのかなって思われるかもしれないじゃん。嫌なんだけど、だっているもん、友達、実際には。帰り際、バイトの帰り際にさ、社員の人が、今日、俺ここの会場最後だからなって言ってたんやんか。困った。自分が前ずっと言っててさ、マジで嫌いな社員いるんだよね、みたいな人から、逃げて、今の会場にたどり着いたわけよ。それなのに、あの、交代したら本当どうなるかわかんねえやん。そう、もう、じじい来る可能性出るでしょ。これ本当に困るんだけど。てか、そう、そのパーテーションの話も関係してくるんだけど、あの、他の会場で、あの、その、おじさん、自分と、そのペアだったおじさんが、なんかヤンキーみたいな、ガチヤンキー、ガチヤンと、なんかペアになったらしくて、でその時にもうそいつがもう声も出さないし、もう名札貼るんだけど、名札も貼らないみたいな、やべえじじいだったらしくて、ずっと、何番言ってくださいじゃなくて、ずっと、やるらしいんやんか。それで、なんか女の人がいるところにおじさんを入れちゃったらしくて、それで。で、なんか、キャーって女の人がキャーってなってパーテーションが大事ってことに気づいたっぽいよ、その自分とペアだったおじさんは。それでなんか神経質になって、もう誰にも彼にもパーテーション付け加えたんだけど、そのヤンキー元ヤンと、あの、自分がマジで嫌いって言った社員の人がバチ喧嘩したらしいよ、その時。だからもう本当元ヤンと多分気が合う、自分、そいつと。だって本当にうざい、もうあの社員のじじい。これまでさ、バイトでさ、もうこんなうざいやつがいたやつか言ってるけども、全部これだからね、この、大なり大なり大なりで、こいつだよ。美味しかった。てかみんなマジでワクチンバイトの動画全部見てほしい、シリーズとして。多分一番最初ら辺のワクチンバイトの動画のコメントに、やっぱ誘導とか、なんだっけ、誘導とか受付とか、時給1000円とかだからだよなみたいなコメントが来たんやんか。で、自分実際時給1500円だし、いや1500円だよみたいなコメント返したら、まあまあやなって来たんやけどさ、高くない？ 1500 円でどう考えても。どんだけ物価高い国に住んでんの、お前。東京都だぞ、ここ。一番高いんだ、日本の中で。は？まあ、何のバイトしてるわけ？もう社会人なんだら、まあ、まあ知らないんだけどさ、何え？学生して何のバイトしてたの？なんかめっちゃうざくて、なんかこんなに誘導とか頑張ってるのに1500円で、まあまあやなって来て、なは？ね、なんでこれで切れたんだろうね、別に。別に切れることじゃないけど。ね、めっちゃしょっぱいんだけど、味噌汁。ということで、あの、話したいこと話し終えた気もしてるし、話しえてない気もしてるんだけど、今日はピザポテトを買っちゃったの。だから、絶対にこれを食べながら、ザ・ハントレットシーズン4を見てやろうと。あと、チョコボールのイチゴと、あの、ラムネ。もうこれはもう絶対に、うん、バカンス。ハワイ。違うよ、シアター。だから絶対に見てやるんだ。うわ、みんなさんも、あの、ザ・ハントレットで、あの、地球を作り直すぞ、イエイっていう気分を味わってみてください。てか早くあのみんな AI と戦うところまで見てほしい。マジでうざいから、人々が。なんか AI に操られてるってこと分かっててもうざいの、マジで。謝らねえのかって今思ってるの、ずっと。なんかシーズン3の最後に AI、これ言っちゃダメじゃん、みんな見るんだと。AI が、ああ、なるんだけど、それでもまだお前謝らねえんだって。あの、謝る描写がまだ来てない。多分シーズン4の最初とかで来ると思うんだけど。謝る描写がまだ来てないから、マジで今ぶん殴りて、あの、ジャハ。ジャハっていう、あの、宇宙の時の議長がいいんだけど、ジャハ、マジでぶん殴りて、今自分。ほんと。
ということで、概要欄に、インスタグラム、ツイッター、TikTok とかの、リンクも貼ってあるので、よかったら、チェックしてみてください。はい。ということで、今回は以上でございます。バイバーイ。